ギブソン ES-330 は1958年にギブソン社より発売されたエレクトリックギターである。使用ギタリストとしてはグラントグリーン、奥田民生などが著名である。ホローボディ特有の鳴りを生かした厚みのあるサウンドが特徴。一方で大音量になるとアンプの音でボディが共振しハウリングが起きやすい。外見上は同時期に発売された。 ギブソン社の ES-335 によく似たモデルであるが内部構造とサウンドは大きく異なる。ES-330 はボディ内部にセンターブロックがなくシングルコイルの P-90 を搭載しているのに対し ES-335 にはセンターブロックがありピックアップはハムバッカーである。 ネックジョイントは1966年まではすべて16フレットジョイントであったが、1967年からは ES-335 と同様の19フレットジョイントのモデルも発売された。1972年に製造中止となったが、現在はギブソンカスタムショップからリーシューモデルが発売されている。ギブソン社の子会社であるエピフン社から年に、 発売開始された廉価版のエピホンカジノは ES-330 をベースに作られている。構造上は ES-335 以上に類似点が多く、ボディ内部及びピックアップは同じであり、違いといえばヘッド形状と指板状のポジションマークとネック幅くらいである。ジョン・レノン仕様の仕様の65年製と同時期の330のネックとヒールまでの幅を、 比べると330の方が広い。両モデル間に大きな差は存在しなかったのにもかかわらず、ES-330 に比べて、カジノの方がより多くの有名ミュージシャンに愛用された。代表的な使用者としては、ザ・ビートルズのジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスンらがいる。ありがとうございます。